ラジンダー・シングライはイギリスコベントリー出身のミュージシャンである。彼は1998年に発売されたバングラを使用したムンディアンドバッチュ家のヒットで世界的に知られている。ラジンダー・シングは彼が演奏やラップの際に使用していたパンジャーブ語から芸名が決定された。彼の主な目標の一つは バングラとヒップホップという二つの世界をつなぐことだった。ナチュラルレコーズはクルディープマーナクのガーやミランでのリミックス販売後、パンジャー BMC と契約を結んだ。シングルはヒットしなかったが、パンジャー BMC はレコード制作を続けた。その後、テレビ番組のナイトライダーで使用されていたテーマ音楽とバングラをミックスさせたムンディアンとバッチュケを販売。 商業的に成功することとなった。インターネット利用者の間で人気に火がつき、ドイツのレコード会社スーパースターレコーディングスが取り上げて、ドイツ、ひいてはイギリスを含むヨーロッパ全体でヒットすることとなった。2003年にはアメリカのラッパー JZ と共同制作した版を Beware of the Boys として発売した。彼の作品、 特に初期のシングルや JG と共に制作したムンディアンとバッチュ家のリミックスは BBC を通してバングラを世界中の人々に広める役割を果たした。彼は音楽制作を続けており、共同制作、リミックスの分野で未だ人気がある。2004年、彼はミルザと呼ばれる音楽を制作し、この曲をトルコの歌手ムスタファ・サンダルの曲、 アイシーインカーとミックスさせたがミックスした音源は販売されなかった。彼のアルバムインディアンタイミングは2008年に発売された。彼のミュージックビデオスネークチャーマーはトロントで行われたフィルミーフェスティバルにおいて DJ らのミュージックビデオナイトで上映された。インディアンタイミングにおいてパンジャー BMC はオフラハザのインニンルーからボーカルサンプリングを行った。 彼はアフリカ版バータがインディアンプラネットロックを録音する以前にプラネットロックをサンプリングとして利用した。ジャット・ホギア・シャラベーではパンジャービー MC は TB 賞私立探偵マグナムからテーマ音楽をサンプリングとして使用。ムンディアンとバッチュケは TB 賞のナイトライダーからベースラインをサンプリングとして使用した。2001年パンジャービー MC は オンタリオ州のミッシスサウナにあるパヤルバンケットホールでカナダのテレビ番組に初出演した。DJ らはアジアテレビネットワークで放映されたザ・ボングラムンテリーと題するイベントに関する特別番組を企画した。Beware の曲ジャット・ホギア・シャラベは TV ショーのヒーローズで主題歌として使用された。シングルのムンディアント・トバッチュケはクイアーズ・フォークのエピソードで使用された 2002年の映画ベッカムに恋してでも使用された。ヤーランコロンシークカーリーンイエーはワイルドボーイズにおいてミュージックビデオとして使用された。パンジャー BMC はトップオブザ・ポップスでミュージックビデオが取り上げられ、ムンディアンとバッチュケは世界中の音楽番組で取り上げられるようになった。パンジャー BMC はスクウィンダーシーンやサップナアワスティと共にボリウッド映画ディル せこからで有名な曲、チャイヤチャイヤのリミックスを行った。この曲は、ハリウッド映画、インサイドマンのオープニングクレジットの間に流れる曲として使用された。パンジャー BMC の曲、ラントオブファイブリバーズは、WWE レスラー、グレートカリのテーマソングとして使用され、ボイセズ、WWE ザミュージック、ボリューム9にも収録された。ありがとうございます。